はいこんははオーールルスター感謝祭が世界一大好きチャンネルです、はい今日はですねあのテレビで「オールスター感謝祭、えー、2024春」が放送されていたんですけど、まあ、今日のねっていうか、まあ、今年の,あのオールスター感謝祭も、まあ、恒例のイベント赤坂ミニマラソンが、はい、今年もっていうか今日も行わ,行われたんですけど はい、で今日のねあのマラソンを見て思ったのは、このイベント、ゴミだなって思いましたね。はいまあ、というのも、あのオールスター感謝祭のこのミニマラソンなんですけど、まあ、なぜか、そのほとんど出場者が芸能人ばっかりで、そのちゃんとしたね、そのれっきっとしたスポーツ選手が出てないんですよ。はい まあ普通ね、そのマラソン大会って聞くと、まあ、その本当のね、そのマラソン選手とか、まあ、競技選手とかが出てると想像するんですけど、このオールスター感謝祭の、あの、なんだろう、マラソンの出場者って、まあ、ほとんどが、その芸能人なんですね。はい。まあ、今からね、その歴代の、その赤坂マラソンの優勝者を言おうと思うんですけど、まあ、去年の、あの、2023年の秋の優勝者が、あの、エンドチームの K さんで、 で、2023年春が小島よしお。で、2022年秋が、えー、ジャニー、元ジャニーズで、セブンマンサムライの、えー、菅田林寧、えー。で、2022年春が岸本大輝。で、2021年秋が、えー、藤光賢とっていうことで、まあ、今の、この今言ったラインナップ、あのー、に気づいた方はいると思うんですけど、全員が芸能人なんですね。はい。まあ、だから、これ、マラソンとか言っときながら、 まあそのちゃんとしたねそのスポーツ選手が出てないから、まあ、本当にねあの意味がわからないしはいまあ、しかもあのこれ今言った優勝者って全員芸能人ってことだから、まあ、要するにその芸能人でも優勝できるぐらいのまあレベルの低いあのマラソン大会なんですよはいまあ、だからまあ途中でねまあ、自分はあまりのつまらなさで、まあ、ほとんどねあの寝てましたね。はい でまあ今日のね、まあ、去年のその優勝者がエンドチームの計算さんって言ったんですけど、で今日のその優勝者に関しては、まあ、ちょっとね、ネタバレになるんで、あの言えないんですけど、今年のねその優勝者も含めて、まあ、本当にね、あのなんだろう、えー、レベルが低くて、あのなんでこいつが優勝できんねんみたいな感じで、はい思って見てましたね。はい まあ正直、あのー、今年のね、あの、赤坂マラソンは、まあ、その優勝者も含めて、歴代史上最もね、あの、レベルが低い、あの、大会やったなと思いましたね。はい。まあ、ほんまってか、なんやろう、あの、こいつが優勝できんねんだったら、まあ、自分でもね、あの、正直、あの、優勝できるわと思いましたね。はい。まあ、ということで、まあ、あまりにもね、今年のオール,、えー、オールスター感謝祭の、まあ、マラソンがね、まあ、レベルが低かったんで、 まあ来年はまあ見ないか、まああとはね、あのー、どっちかっていうと、まあもしかしたらまあ自分が出てやるかって思いましたね。はい。<laughs> というか、まあほんまにね、レベルが低いから、まあ俺でもね、優勝できるなって思いましたね。はい。まあということで、まあ今年のね、まあオールスター感謝祭、というか今日のオールスター感謝祭のミニマラソンは本当にゴミだったなと思いましたね。はい。いや、本当に見るか知なかったわ。はい。<laughs>